ニスでは相手のミスによってポイントを取れることも少なくないですが、自分の得意なポイントパターンを持っておくことで自信を持って試合を進めることができます。今回の動画を見ることでシングルスにおいて有効なポイントパターンが分かり、これを実践することであなたの得意な攻撃パターンが見つかるはずです。また今回取り上げる内容はテニス雑誌のバイブル、スマッシュ2015年2月号錦織圭に学ぶポイントパターンを参考にしているため、皆さんの上達に役立つ信頼できる内容となっています。今回は本書で紹介されているシングルスで錦織選手が得意としているポイントパターンについて本人の映像をモデルにしながら解説していきます。シングルスにおいて選手は基本的に相手のバック側を攻めることが多いため、バックのクロスラリーは試合中にも多く見られます。まず一つ目のシングルスでのポイントパターンとして、バックのクロスラリーから甘いボールを回り込みフォアで攻めていくパターンがあります。フィニッシュで決めるのは回り込みフォアハンドですが、重要なポイントはその一つ前のバックハンドクロスにあると本書では解説されています。このバックハンドをいかに相手を崩すコースに打てるかどうかが、このポイントパターンを決めるための鍵となります。相手は確実にバックハンドの返球を強いられ、なおかつコースが厳しいと甘いボールが来やすいため、フォアハンドを回り込んでオープンコートに打ち込むことが可能になります。この時回り込みフォアハンドを打つ時のポイントとして、打点は体より前にしておくこと、頭と足との位置関係が崩れないこと、体を回旋させてコースを打ち分けること、これらが重要であるとされています。特にコートの中でボールを打つことができると、高い打点でフラット系の鋭いボールを打つことができ、非常に有効です。トッププロが正確なショットを打ち込むことができるのは、構えの段階から打った後まで足と頭の位置関係が変わらずに軸が一定に保たれているからです。2014年シーズン頃から錦織選手のストロークの攻撃力が飛躍的に上がったと言われているのは、この回り込みフォアハンドを武器とするようになったからだと言われています。全米オープン決勝進出で世界一のバックハンドの持ち主だと世界から注目を集めていましたが、この精度が上がった理由は回り込みフォアハンドのパターンに持っていくための副産物だったとも言われています。皆さんも回り込みフォアハンドでポイントを取りに行く際は、一つ前のバックハンドの精度を意識して練習していくようにしましょう。二つ目はワイドにスライスサーブを打ってオープンスペースを作り、3球目攻撃でポイントを取るパターンです。これはかなりベーシックなパターンであり、デュースサイドからのワイドサーブを打つ場合、フラットサービスよりもスライスサービスの方がバウンド後にコートから離れていくので効果的です。私たち一般プレイヤーの場合は、まずはサーブの回転を打ち分けて、またコースの打ち分けを確実にできるようにすることが一つの目標となりますが、トッププロの場合はワイドのスライスサービスではサービスラインから1メートルほど手前のサイドライン付近を狙っていきます。このエリアにスライスサーブを入れることができれば、確実に相手をコートの外に追い出すことができ、またエースになる可能性も高くなります。コートの外側からリターンを打った場合はショットは甘いコースとなりやすく、またすでにオープンコートができているようになります。あとは3球目でオープンコートにストロークを決めるだけですが、仮にあなたのショットが甘くなって相手に拾われたとしても、ネットに詰めておけばボレーで簡単にとどめを刺すことも可能です。錦織選手の場合は3球目攻撃で早いタイミングでバックハンドクロスを打つことが得意であるため、このパターンはよく見られます。とは言ったものの、相手をコートの外側に追い出すようなスライスサーブを打てるようになるためには結構難しいです。もしワイドのスライスサーブに自信がないという方は、センター方向へのサーブを精度を上げることでその効果を高めることができます。センターへのサーブで相手の意識を拡散させることで、仮にワイドサーブが甘く入ったとしてもバランスを崩してくれる可能性が高くなるからです。この時のセンターへのサーブもスライス系の回転のサーブで OK です。トッププロではフラットサーブをセンターに決める場合も多く見られますが、フラットサーブはある程度身長がなければなかなか安定させることは難しいです。身長が比較的に低い私たち日本人にとってはスライスサーブは強い味方になり、実際に錦織選手もスライスやスピンといった回転系のサーブを軸にサービスゲームを組み立てていました。
サーブの技術的な打ち方についてもっと詳しく知りたい方は、概要欄からおすすめの過去動画もチェックしてみてください。公式 LINE では YouTube 限定特典や海外の練習方法も受け取ることができます。海外テニスを学んで上達したい方はぜひ概要欄からご活用ください。ここまでの解説で、一つ目はストロークの展開の中での回り込みフォアハンド、二つ目はサーブからの攻撃について解説していきました。勘の良い方は予想をついているかもしれませんが、三つ目はリターンからのポイントパターンです。リターンは錦織選手の最高の武器の一つと言えますが、特に相手のキックサーブをバックハンドで攻撃する形は非常に参考になります。まず前提として、アドバンテージサイドからのセカンドサービスではワイドにキックサーブを打つのが常套手段とされています。相手に力が入りづらい高い打点で打たせ、サーバーは有利なポイントを展開できるからです。この高く跳ねるキックサービスを錦織選手はコートの中に入って高い打点で捉えて、叩きつけてリターンをすることでポイントに結びつけています。技術的には錦織選手のバックハンドリターンで左右の手の間隔を空けて、相手のサーブの威力に押し負けないように工夫しています。この戦略の肝はポジションを上げてリターンすることであり、もしも相手のキックサーブに対してポジションを下げてリターンした場合、コートの外側に追い出されてしまい、なんとかリターンを成功できたとしても相手からの3球目攻撃の餌食になってしまいます。錦織選手がビッグサーバーに対してリターンで優位に立てるのは、このようなポジショニングを取ったタイミングの早いリターンがあるからです。リターンが苦手な方ほどポジションを下げることが癖として染みついてしまいがちですが、セカンドサービスで攻撃のチャンスがこちらにある場合は、積極的にポジションを上げて高い打点でリターンを打ち込んでいくことがポイントにつながるので、意識して練習していきましょう。錦織選手のこういったポジションを上げて打つリターンでサーバーにプレッシャーをかけていきますが、その他にどのようなリターン方法があるのでしょうか。ここからは当チャンネルで過去に解説している世界最高のテニスコーチ、ブラドグルー氏が教えてくれているリターンの打ち方についてお伝えしていこうと思います。ノバク・ジョコビッチやアンジー・マレーのように、比較的ベースラインに近い位置でリターンする選手もいる一方で、メドベージェフやナダルのように極端に後ろにいる選手もいます。彼らは余裕を持ってスイングしてリターンしますが、それはポジションが後ろにあるため時間があるのです。ファーストサーブに対して理想的なリターンの方法は、ベースラインに近い位置にいてスイングを短くすることです。理想的な位置はベースラインから 2,3 メートル後ろです。そしてスプリットステップして前に踏み込んでいきます。これによって少し前に移動でき、ボールの打点に入っていきます。ではいつスプリットステップを行うべきなんでしょうか。これは皆さんも悩める大きな疑問ですよね。一つの正解は、相手のラケットからボールが出る直前に着地することだと村戸グルー氏は言います。なぜならスプリットステップをした直後は、自分が右に行くか左に行くかを決める時間があり、相手のラケットから放たれたボールがリターン側に来るまで1秒もないため、このタイミングがベストとなるのです。スプリットステップを使えば、ボールが相手のラケットから出たと同時に動き出せます。村戸グルー氏はテニスには常に相手が打てる最もいいショットの中央に立つというポジショニングのセオリーがあると言います。これはラリーをする場合もリターンをする場合も同じです。例えば相手がサーブを打てる最高の場所がこことなると考えると、線を引くと理想的なサーブはここになります。するとこの位置からリターンをする必要があります。この位置を確認したら、反対側のボックスに理想的なサーブがある場合に線を引くと、着地する位置はここになります。ですので、ここから向こう側までの距離で自分自身を中心に配置する必要があります。この位置までのステップ数が同じようになるように、シングルスラインの内側に立ちます。また後ろに位置を取るので、ここのあたりになります。相手サーブの精度が非常に高い場合は、少し移動することを考える必要があります。もし相手がここからスライスサーブを打つことができる場合は、さらに少し移動することも有効です。もう一度おさらいですが、リターンのポジションは、相手が打てるであろう左右の2コースの最高のサーブコースの中間に位置するというセオリーを覚えておきましょう。具体的なリターンの練習、村戸グルー氏が教える最高のリターンを打つ方法についてもっと知りたい方は、概要欄より過去動画のチェックをお願いします。今回の動画の内容を意識して、一緒にポイントパターンの強化に取り組んでいきましょう。好評出版中の YouTube で学ぶ世界のテニス戦略では、世界のテニスコーチが教えている上達のコツをこの一冊で学ぶことができます。
興味がある方は概要欄からチェックしてみてください。ブログやインスタグラムでは上達のコツをまとめた記事やワンポイントレッスンについて配信していますので、こちらもよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルの過去動画ではトッププロをモデルにしてテニス操作のメカニズムを分析しているので、興味がある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。